ウルブズ資格ある？まあでも今その今日の試合のマイアミヒートのあのだから戦い方は、まあ、ウルブズの弱点よ。こうエンプティーサイド作られてその上でポップアウトされると、ゴベアもそこはヘルプてか戻れなくなっちゃうし、でその上でスイッチしかなくなっちゃうってなると、ゴベア VS 例えばキングスだったらフォックスとかになって止められないでしょ。それはすごい弱点かな。本当はね、ゴベアが釣り出されてもその後ターンズとかナズリードがヘルプ出れるからツインタワーって強いよねっていうのが、まあ、うちの良さだったんだけど、エンプティーサイド作られてその上でポップアウトってなると、もうツインタワーとかマジ関係ないもん。結局やるとしたらもうアイスが個人的な最適解だと思ってて、ただアイスもアイスで、そのじゃあそれやったら全部解決するかっつったらそうじゃなく、フラットスクリーンされてスネークドリブルされると、結局ボールマンをベースラインに追いやりたいからアイスしてるのに、フラットスクリーンしたことでスネークされて、結局ボールマンがミドルサイド行けるみたいなね。でボールマンがミドルの方行けば、スクリーナーは今度ポップアウト、ベースラインの方にポップアウトできるから、となると解決してないよねっていう話にもなるし、だもう一つやり方としてあるのは、ゴベアがもう全く、例えば今日だったらタイラー・ヒーローのドライブにこう見向きもしないっていうディフェンスも、まあ、一つあるかな。ただまあ何するにしても、こうちょっとイレギュラーなディフェンスにはなるから、まあ、アイスは別にイレギュラーじゃないか。まあ、ちゃんとこう練習積んでスカウティングして、ちゃんとチームに落とし込まないと、ただのハリボテのなんか対策で終わっちゃうっていうのはあるかな。あ、ウルブズゾーンしますね。今日もうちょっとしたかな、ゾーン。ほんのちょっとだけどしてました。そうなったらナズとタウンズにしてなんとかなる。ああ、それはもしかしたら、まあ、ゴベアよりはいいかもしれんね。まあ、結局だからスイッチできれば一番いいよ。スイッチがそのポップアウトに対する一番の強み、対策としては一番強い対策だと思う。けどそれはあくまでそのハンドラー VS ビッグまで、そこが止めれればの話だから。で、まあ、ゴベアよりタウンズとナズの方が、まあ、外からの1対1には強いかなっていう。もしそれやられまくったら、まあ、ワンチャン、ちょっとゴベアをいつもよりも早く交代させてみたいなのはあるかもね。あ、てか今日ごめん、じいさんのその話につなげるわ。カイル・アンダーソンのいいところなんですかなんだけど、まあ、タッパがあってディフェンス力があるっていうのがカイル・アンダーソンのいいとこね。けど、ウイングっていう。で、それが彼の強みで、で、今言った、エンプティーサイド作られてポップアウト、これスイッチできないから、もうラブに3打たれまくるよねっていうところ、これクリス・フィンチ、多分1ピリで解決しようとしてたんよ。けど、戦術での解決って、1ピリ中とかってちょっと難しいよね。結局タイムアウト取って、例えばセットコールしたとしても、なんか単発で終わっちゃうというか、ディフェンスの部分もなんか指摘したとしても、その個人的にはちょっと難しい。ハーフタイム中のこの15分間っていうのがあれば、ディフェンスこうやってこうやってみたいなこと細かく伝えられるからあれだけど、実際の試合中だとさ、1分半ぐらいしかないわけじゃん、コーチが選手に伝えられる時間って。だから戦術でのアジャストってちょっと難しいよね。この前半しのぎきれるかどうかって、ローテーションで解決できるかどうかっていうのが結構大きくて、それを考えた時に今日の試合であったのが、普段ゴベアが出てる、タウンズが出てる、ナズリードが出てるっていう時間帯とちょっと変わって出たような気がするよね。で、何が変わってたかって、カイル・アンダーソンが4番として出てきて、シングルタワーになる時間、ビッグマン1人だけですっていう時間が、なんかいつもよりも早めに起きた気がしたのよ。で、これなんでかなって考えた時に、いわゆるカイル・アンダーソンが出れば、カイル・アンダーソンがケビン・ラブつきます。で、ラブがエンプティーサイドにポップアウトします。で、それを俺らはスイッチ、ゴベアはスイッチできなかったけど、カイル・アンダーソンだったらスイッチできるんじゃねっていう。多分だけど、クリス・フィンチはその戦術的なアジャストはできないから、カイル・アンダーソンを入れることで、カイル・アンダーソンにラブつかせて、であとはカイル・アンダーソンにお前スイッチしてねって言うだけで済むっていう。そう、あ、そう、なんかね、ポケモンで言ったら本当メタもんよ。だからこれ多分マイク・コンリーが離脱したら、カイル・アンダーソンがマイク・コンリーみたいなことも若干するようになるし、今回みたいにツインタワーがちょっと厳しいってなったら、カイル・アンダーソンが4番になって、まあ、ビッグマンではないけど、まあ、ビッグマンっぽいディフェンスもしながらみたいな。そう考えるとすっげえ万能なんだよね。で、一家に一台欲しいでしょ。でもマイアミヒートファンの人安心してください。こんなに便利な選手が実はマイアミヒートにも今いるんですよね。
ハイメ・ハケス、あの人ユーティリティプレイヤーに入れていいかもしれない。1年目にしてユーティリティはいたんかな、今までそんな選手。まあ、勝手に俺の中のタイプ分けだけど、ハケスがねそれなんよマジで。ボール運べるし、ポストできるし、普通にスポットアップできるし。だカイル・アンダーソン VS ハケス見た時に、なんかお互いユーティリティ VS ユーティリティだから、なんか、まあ、プライド同士、プライドあるのか分からんけど、なんかすごい見応えが今日あった。あ、そうそう、カッティングもうまいし、あのスペーシング作るこう気の利く動きもできるんよね。だ1個あったのが、タイラー・ヒーローがミドルドライブしようとして、あのハケスが逆サイドにウィングにいたんだけど、あのウィングにいたままだと、そのハケスのディフェンダーカイル・アンダーソンにちょっとタイラー・ヒーローがちょっかいかけられちゃうから、だそのスペースを作るためにタイラー・ヒーローのドライブに合わせて自分もウィングからいなくなるっていう。ウィングからいなくなると、やっぱタイラー・ヒーローはスペースがあのたくさん使えるようになるから、ジャンプシュート打てたりみたいな。あれをルーキーからやっちゃうっていうのが、いや今のマイアミヒートの強さをなんか物語ってるような気もするし、マジですげえわ。今シーズンだから、なんかファイナルウルブズ VS マイアミヒートとかなんかワンチャンあったりしねえかな。だから結構将来有望だなとは思いましたね。まあだがしかしバットですよ。そんな優秀なハケスさん、まあ、今日30分出たわけですけど、彼が今歴史的な記録を叩き出そうとしてまして、歴史的って、まあ、マイアミヒートの中のフランチャイズ記録を叩き出そうとしてて、それがルーキーでありながら2桁得点を、何試合連続 ?26 試合連続で2桁得点してたよね。で確か30試合ぐらいを超えると、もともとドウェイン・ウェイドがフランチャイズ記録持ってるんだけど、そのウェイドの2桁得点の、記録を塗り替えることができるっていうね、その記録ウルブズが、はい、封じました。すいませんごめん、今日ハケス8点割り申し訳ない。ちょっとウルブズのディフェンスが強すぎて本当申し訳ない。いやでもこれウェイドファンはちょっと一安心じゃない。まあハケスいい選手、あーこんな選手マイアミヒートに来てくれてありがてえな、この選手すごい好きだな、こういう人いっぱいいると思いますけど、やっぱウェイドの記録はそう簡単に塗り替えないでほしいなっていう人もねいると思うんですよ。そんな人からしたらありがとうって負けたしね、ハケス8点だったけどウェイドの記録だけは守りきることができたって。ハケスのその特徴ならウルブズのゴール下はきつい相手。そうそうそう、今日もだからポストプレーめっちゃ挑んでたんだけど、やっぱり、こっちのディフェンスの方が、まあ、1枚上手だったかなっていう気はしますね。まあでもこっからまた30試合連続2桁得点すればいい話だから、別に今シーズン終わるまではまだチャンスはあるよね。てかホルムグレンとかどうなの、ウェンバンヤマとか普通に。あでもウェンバンヤマ1回8点とかがあったっけ確か。でもなんかさありそうじゃない、ちょっとスタッツ見てみようかな。あでもダメだ、あのマイアミヒートの記録だからホルムグレンとかが30試合連続で2桁得点取っても意味ねえんだ、ヒートの記録だからダメだった。あれヤマさんは呼び捨てにしちゃいけなかったんじゃ、ああいつはあの俺の射程だから大丈夫。ヤマはね、やっぱまだまだかな、みんな甘やかしすぎたんじゃないか、あいつはやっぱもうちょい時間かかるな、手のひらぐるんぐるんにひん曲がりそうなぐらい。でもあれは8割ウェンバンヤマのせいじゃない、2割はウェンバンヤマはもうちょっとできるなって思うけど、まあ、3割かな、3割はもっとできるなって思うけど、残りの7割はとにかくスパーズの選手たちにパス能力があまりなくて、ウェンバンヤマがせっかくチャンスなのにそこにパス出せる選手がいないっていう。で一回もうウェンバンヤマあのフリーでレイアップアリープダンクできるのにパスがもらえなくて、ウェンバンヤマ何したかってボール来てないのにダンクしたからね。あの人カッティングするじゃん、フリーになるじゃん。で誰だったっけな、誰かがそれ見逃したんよ。でその後ウェンバンヤマ何したかってボールないのにそのままダンクしてちょっとぶら下がって着地してっていう、ついにボールなくても得点取ろうとし始めてるから、これはまずいマジで。でウェンバンヤマはあの味方にこうなんかストレスをぶつけるタイプじゃないじゃん多分ね。でポポビッチもそういう選手に育ってほしくないっていう気持ちもあると思うから、特にそういう部分は厳しく見てると思うんだよね。だからボールもらえなくてもなんかこうおいみたいなジェスチャーを、まあ、俺はしてるところを見たことなくて、だからちょっとそういうところで俺パスもらえるよ、ほら見てダンクできたでしょ、ボールがあったらこれ2点になるよみたいな遠回しに伝えてるんかな。だからまあ
3割はもっと本人もいろいろできるんだろうけど、チームのサポートがちょっとなさすぎるかなっていう気はします。キリレンコさん、スパチャありがとうございます。明日からモラント復帰しますが、ここからプレーオフ圏内までいけるでしょうか。いやー、やっぱこのマイク・コンリーとかジョー・イングルスの活躍支えを見ると、やっぱスティーブン・アダムズの存在はどこまで響いてるのか。本当はいけるって言いたいとこなんだけど、ちょっとさすがに負けすぎたなっていうのもあるよね。今5連敗中でしょ。また6勝19敗うーん、ギリ間に合わなそうやなってちょっと今は思っちゃってる。ジャモラントは明日復帰らしいですね。あとやっぱディロン・ブルックスがいないっていうのも大きいよね。今年は厳しいのかな。